野球のグラウンド上において絶対的権力のある審判員、特に主審の判定によってはゲームの流れを大きく変え、時にはゲームの勝敗に直結するほど重要な存在です。一流の捕手は投手のリードやゲームコントロールもそうですが、主審と良い関係を築くのがうまいと言われます。 NPB のレジェンド捕手野村克也氏は、審判を敵に回しても良いことはないと著書にも記しています。そんな野村氏がかつて NPB 審判員の中で要注意人物に挙げていたうちの一人に白井一之審判員がいます。野球ファンの方はご存知でしょう。2022年、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手に対しての詰め寄り騒動がニュースに取り上げられ物議を醸しました。この騒動で初めて白井球審のことを知った方も多いと思いますが、判定をめぐって数多くの一悶着を起こしてきた人物なのです。今回はこの白井球審に注目して解説していきたいと思います。最近では珍しいヒートアップした姿が見られますので、私のようなバチバチ好きにはいい刺激になるわ。2023年 WBC でも活躍した日本の若きエース、ロッテの佐々木投手、入団後は無理をさせず体力作りから始め、球団としても丁重に育成し、2022年から主戦で投げ始めました。そんな佐々木投手は4月10日に NPB 史上16人目、28年ぶりとなる完全試合の達成を偉業を成し遂げ、24日にヒットを打たれるまで17イニング連続無安打、52者連続アウトという圧倒的な内容で相手打線を封じてきました。これから佐々木伝説でも始まるのかとファンの期待が高ぶる中、白井球審が立ちはだかりました。4月24日、京セラドームでの対オリックス戦でした。初回ヒット3本を許すものの守備の援護もあり、粘り強く投げて無失点、開幕から圧巻のピッチングを見せており、意気揚々とした投球にファンも胸を躍らせていたでしょう。問題となったのは2回裏2アウト1塁での3球目、一塁走者の杉本選手が盗塁を仕掛けセーフになったシーンですが、この時の宣告はボール。この直後主審の白井球審はタイムを取り、どうしたと半切れと見て取れるような表情で佐々木投手に詰め寄りました。映像から見るとストライクでもおかしくない素晴らしい一投だったことは皆さんもお分かりの通りでしょう。このシーンを見返すと、ボール判定の直後佐々木投手のボールちょみたいな態度が見受けられたので、その態度に白井球審が何か文句でもということで詰め寄ったのだと推測されます。実はこの試合2回裏だけでなく、コースギリギリでボール判定されたシーンは初回から何度かありました。このことから佐々木投手は初回から度重なる厳しい判定が続いたために、2回のあのボールはこれはさすがにストライクでしょと表情に出てしまったのかもしれません。一方白井球審は自信を持って宣告したにもかかわらず、佐々木投手が数回も不満な雰囲気を出してきたために2回裏の詰め寄り騒動になってしまったのでしょう。この一悶着に対して多くの評論家やファンたちが物議を醸し、野球界だけにとどまらず芸能界まで広がっていきました。公認野球規則の 8.02 審判員の裁定 A にはこう記されています。打球がフェアかファウルか、投球がストライクかボールか、あるいは走者がアウトかセーフかという裁定に限らず、審判員の判断に基づく裁定は最終のものであるから、プレイヤー、監督、コーチまたは控えのプレイヤーがその裁定に対して異議を唱えることは許されないとされており、厳重に従って解釈するとボールストライクの判定についてプレイヤーが守備位置や塁を離れて異議を唱えたり、監督やコーチがベンチなどを離れてはいけないとされています。仮に厳重のように異議を唱え主審のもとに駆け寄ると、まず警告がなされ、それでも近づくと退場宣告となるようです。この規則にのっとれば白井球審の取った行動は正しく、佐々木投手は異議を唱えてはいませんが、不服そうな表情で守備位置を離れ前に出て行ってしまったのが良くなかったのではないでしょうか。しかし両者ともに賛否があったのはなぜでしょうか。それはお互いの態度や表情でしょう。佐々木投手は抗議や異議を唱えたわけではありません。しかし
不満な感情が表情と態度に出てしまったこと。白井球審はそれを受けてムッとした感情が高圧的な態度になって現れてしまったことが批判の火種になったのではないでしょうか。プロ野球 OB で野球評論家の高木豊氏は自身の YouTube チャンネルで、佐々木にしてもキャッチャーの松川にしても年齢が若いとはいえ、立派にプロ野球選手として命かけて戦ってる。そんな二人に若造がと高圧的になってはいけないよね。ただ佐々木も松川も大人として、審判とうまくコミュニケーションを取ることも必要。感情を逆なでするような態度を表に出すようだといけないよね、とこのシーンについて私見を述べていました。ちなみに審判員との付き合い方がうまいキャッチャーとして、珍プレー好プレーでおなじみの広島カープ OB 達川光雄氏を挙げていました。紐解いていくと、それぞれがメンタルコントロールができずに出てしまった事故のようなもので、言い換えるとお互いのプロとしての意地が垣間見えたシーンとも言えるのではないでしょうか。男同士の熱い戦い、私好きです。日本ハムファイターズ栗山監督との一悶着。こちらも先日の WBC で世界一の監督となった栗山監督です。普段は温厚で個人批判をせず紳士的な監督として知られている栗山監督ですが、ここでも白井球審は一悶着を起こしていました。試合は阪神対日本ハム、9回に差し掛かり、マウンドに立ったのは当時の日本ハムの守護神であった武田久志投手でした。インハイに投じたボールは打者のグリップエンド付近に当たりました。実況アナウンサーもファウルですと進行を進めた矢先、白井球審はデッドボールの判定を宣告しました。この時実況アナウンサーがちょっと揉めるんじゃないかなと言っていたのはちょっと笑うポイントです。デッドボール判定の瞬間、栗山監督がベンチから飛び出し猛抗議に出ました。ここでの抗議ポイントは打者浅井選手の反応の薄さ、当たった後の打球の勢いでしょうか。お互いに激高することはなく、しばらく落ち着いた様子で両者が言い合っていましたが、その後なんと栗山監督に退場処分が下ってしまいました。実際栗山監督と白井球審のやり取りの中で栗山監督から暴言があったことが分かりました。あれがデッドボールなら審判をやめろ、俺を納得させられないのなら退場させてくれと発言をしていた栗山監督。字面だけを見れば確かに審判への侮辱とも取れますが、さすが栗山監督、侮辱する時も論理的ですね。9回1対0でファイターズがリードしていたため、ノーアウトのランナーが出るのと出ないのとでは大きく違います。さよなら負けのリスクが増える分、必死に抗議する気持ちも分かりますね。普段の温厚で批判的なことは言わない栗山監督ですが、やはり自チームの選手が不利になるような時には身を挺して抗議に出るのでしょうね。私の上司もこういう人だったらいいのに。そういえばこの間上司にちょっと太ったって言われたんですけど、超無か。楽天に移籍した当時の山崎選手は全盛期を過ぎ、体力も成績も右肩下がりに差し掛かっていました。前任の野村克也氏に教えを請う中で低迷していた成績が飛躍的に伸び、ホームラン王に返り咲きました。野村再生工場と言われた野村氏の教えのもと、能力を鍛え直し見事に復活した一人です。そして2010年、恩師野村監督からブラウン監督へと新体制に変わりました。山崎氏自身もプロ野球選手として再び開花した自慢の打撃術で今年もやってやると意気込んでいた時、若かりし白井球審と激突するのです。ワンアウトランナーなし、外角低めいっぱいのスライダーでカウントが2ストライクになると、山崎が今のはボールやろがと必死に抗議しました。これに対し白井球審は若かったこともあり、いや入ってますよと食いかかったのです。山崎氏は当時をまあ白井君も審判をやる以上舐められたらダメだと思っていたんでしょうと振り返っています。この白井球審の強めの食いかかりに山崎氏もさらにヒートアップしましたが、自チームのコーチ陣になだめられ、分かった分かったと一度は冷静になりました。余談ですが、この時劇場型で有名なブラウン監督が山崎氏をなだめているシーンは何か見ていてほっこりしますね。
しかし問題はここから。3ストライク目の投球はインコースへのフォーシーム、これをストライク判定。これは明らかにボール。山崎氏も鮮明に覚えているとのこと。白井球審をにらみつけ、お互い我慢ができずに言い合いに発展してしまいました。チームメートが慌てて止めに入りましたが、もう時すでに遅し、早々に退場処分を受けてしまいました。この言い合いの際、山崎氏はお前な、感情でやってちゃアンパイアは務まらんぞ。野球選手だって調子が悪かったら2軍行くんだ。お前審判下手くそだから一緒に2軍行くぞ、と言ったと、当時についてプロ野球 OB の田尾康氏の YouTube チャンネルで語っていました。これで通算6度目の退場となった山崎氏。これに対し山崎氏は、暴言は反省するし制裁金も払う。でもあれを感情でストライクというのであればマイナーに行った方がいい。選手だって生活がかかってるんだし許せない、と一部の行動を反省するも、自身の生活がかかっているだけに妥協したくなかったとのコメントを残しています。さらに山崎氏は当時のこの騒動の裏側をこう語っていました。退場処分が出た瞬間、ブラウン監督が背中を思いっきり押して、行け、やってこい、とエールをくれたそうです。またこの退場騒動の後、ブラウン監督は、ストライク、ボールの判定に対する抗議は自動的に退場とするルールを作るべき、審判の権威がなくなる、と冷静に私見を述べていたそうです。そしてこの退場処分について振り返りつつ、前述で紹介した佐々木投手と白井球審の件についても提言しており、あの場面、試合を止めて詰め寄る必要はないんじゃないかと思う。イニング間にでも呼んでコミュニケーションを取ればよかったんじゃないか、と言っていました。昔に比べて乱闘騒ぎや抗議騒動などがだいぶ減っているとはいえ、その全盛期を経験している山崎氏、退場6回で得た教訓やプロ野球界を生き抜く術は伊達ではありませんね。最後はまたもやロッテと白井球審です。何か因縁があるのでしょうか。レアード選手が2022年5月15日京セラドーム大阪で行われたオリックス戦の2回にストライクの判定に不服な態度を示し、その際暴言を吐いたとされ、またもや白井球審から退場を命じられました。この試合の結果は、早々に4番を欠いたロッテは5対8で敗れて2連敗。白井球審をめぐっては4月24日のオリックス戦で判定に対し苦笑いなど不服な態度を示した佐々木朗希選手に詰め寄り騒動がありました。さらに前日の5月14日のゲームでも、当時ロッテの井口監督による最終打者の判定への抗議が侮辱行為とみなされ、試合終了後に退場処分を受けていました。短期間に3度も続いたロッテと審判の騒動は異常な状況と言ってもいいでしょう。レアードは初球をファウル、続いて相手投手の宮城がインローに投じたゾーンギリギリの2球目をストライクと判定されると、少し怪嫌そうな表情を浮かべていました。3球目は前のボールよりさらに低く来た同じインローのストレートをストライクと判定され、3球三振に倒れると、レアードはベンチに下がりながら険しい表情で白井球審に何やら言葉を投げかけていました。ただし興奮して激高しているような様子はありません。白井球審は左手を伸ばしてその抗議行動を一度は制しましたが、その後もレアードが何か言葉を発したため即座に退場を宣言しました。この宣告にレアードが食ってかかり、井口監督もベンチを出ましたが、その騒然としたムードの中で白井球審はマイクを取って、暴言により退場処分といたします、と場内アナウンスしました。報道によると、白井球審は試合後に英語で言われているので、何を言われているか自分で理解してからこれは暴言だなと判断した、と一瞬間を置いてから退場を宣言したことも含め退場理由を説明していました。前日でも述べたように、審判の判定に抗議するのは規則違反となります。白井球審はこれらの規則を厳格に適用したであるとも言えるでしょう。さらに前日5月14日のゲームでは主審は白井球審ではありませんが、ロッテが0対1で迎えた9回2アウト1・2塁、フルカウントからエチェバリアが見逃しの三振に倒れ、
その際、エチェバリアが猛烈に判定に抗議、井口監督もベンチを出ましたが、フケ球審がそれを制したにもかかわらず、さらに球審に近づいたため、この警告を無視した審判に対する異議を唱える行為とみなされて退場処分となっていました。この時、レアードは同僚を擁護するため、ものすごい剣幕で審判団に不満をぶつけていたそう。エチェバリアの怒りの抗議は、レアードとは比べ物にならないくらいに激しかったのですが、なぜかエチェバリア本人は退場にはならず、退場になったのは警告を振り切って審判団に近づこうとした井口監督だけとなりました。そしてまるでそれらの全てが伏線となったような15日のレアードの退場処分に、ネット上では賛否の意見が飛び交いました。暴言を吐けば退場は当然、ルールに従っただけ、白井球審の判断は正しい、ロッテ側が神経質になりすぎているのではという声や、白井球審ばかりトラブルが起きるのはなぜ、前日の抗議への報復では、白井審判は意固地になっている、なぜロッテと問題を起こした白井審判に再度球審をさせたのか、などの意見が上がっていました。広島、ロッテ、中日、阪神などで長年コーチを務め、日本代表チームでのコーチ経験もある評論家の高城信弘氏も、この一連の騒動にこう苦言を呈していました。ストライク、ボールへの抗議は認められておらず、レアードがどんな暴言を発したのかはわからないが、佐々木の騒動から井口監督の退場という一連の動きが背景にあるため、審判とロッテの両者ともに必要以上に過敏になっているように感じる。ルールブックは絶対であり、その番人である審判もまた絶対だが、その審判がこうも主役になってしまうのは異常だし、ファンは審判とロッテのいざこざを見るために球場に足を運んでくれているわけではない。野球の素晴らしいプレーを見たいのだ。その上で高城氏は、大事なのは今後だと強調してこう提言していました。早急に白井球審も含めた審判部とロッテで話し合いの場を持つべきだと思う。冷静にここまでの3つの案件を両者で検証して、互いに思っている意見を出し合って、和解ではないが遺恨、因縁というものを消し去る作業が必要ではないか。昔から審判とのいさかいというものはあるが、両者ともに終わったことへの切り替えは早かった。両者は敵ではなく、野球界を発展させるために共存共栄していかねばならない運命共同体。そこを確認する作業を共にして、両者に失われつつある信頼関係を回復すべきだろう。何よりファンを置き去りにしている騒動であることを白井審判もロッテ側も自覚して、高城氏が提言するように信頼関係を回復する場が必要だと思いますけどね。普段からストライクゾーンの判定が厳しかったり、感情的になりやすいことで知られている白井球審、もはや厳格に対処してるだけで、むしろ優秀な審判員と一周回って称賛の声すら上がっているようです。石井監督のように心の広い私は、今後は名物審判として、ああ白井さんか、またやってるわって感じで見守っていきたいと思います。しかし各チームのバッテリーは、対打者との勝負と並行して対審判とも対決しなければならないのはとても大変ですね。次の動画は模範の審判員特集はしませんが、皆さんの好きな審判員がいたらぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。